さあ、えー、本日は、えー、テーマ企画ということですねあなた後継者がいなくて泣く泣く廃業っていう話を聞いたことがありますか A はいありますわっ、ま、た近所のこのだーケーキ屋とかダンパチ屋がこんなんやったんよとかうちがそうだったよとかねはい A がはいあります、A、B がいいえありません えー、メールで参加する方はヒップ・アットマーク・ロキナワ・ドット・ CO、はい・ドット・ JPHIP ・アットマーク・ ROKINAWA ・ドット・ CO ・ドット・ JPHIP どうもありがとうございました。響きさんはい後継者がいなくてなくなくもお店閉めるっていう話なんか身近で聞いたことあります <laughs> このコロナ禍以前からまあそういった話とかってね、うん、あのまああったりはするんですけど身近ではちょっと聞いたことないんですが、はいえー、父が今やっている畑、うんえー、が、まあ、親戚の、ねえー、から借りているんですけどもそこはずっと畑をやってたんですけど父が借りるまではもうずっともう休校っていうんですかね。 ああそのままほったらかしてたというかだったというふうに聞いているのでやっぱり後継者がいなくて手放したというか畑を続けられてなかったのかなっていうのはちょっとこのテーマを聞いてパッと思いましたねなんかね、あのー、久しぶりにこう地元とかに帰ると「うん、あい、あの店なくなってる」っていうのが、はい、結構あってショックだよね。あまあ、そうですねダンパチとかさ、うん ンパチアなんて本当に多分僕らがこう切ってる頃ってその切ってくれてる人もおそらく20代だったんじゃなこか,<ー>からずっと続けて例えば自分が50なり60なりってなってくるじゃないですか、うん、でその後に例えば後継者がいないからつってしまったりすするんですよて、ね、確かに小学生の頃にいつもこうなんていうんですかね髪を切ってもらってた、うんうん、えお店なんかは今もう閉じてますね。 ないんていうんですかお店の,この外側のこのなんていうんですかね建物,建物部分とかお店の名前自体がね看板として残ってはいるんですけど、うん、もう入り口は完全に入れないようになっているわかるあれ切ないよな切ないですねマチャーゴアとかさこのダンパチアでこう看板とか建物はそのままでシャッターだけ閉められて、うん、もう中,中もあの営業してない感じのものがいっぱい置かれてるっていうね、はい、そうなんですよ この備品が雑然と置かれてる感じ。わ、うん、かるわかる。綺麗に整えられずに、まな、もう倉庫みたいな感じで。そう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 。<で>段ボールがあったりとかね。建物の中がちらっと窓から見えると、なんかこうね。あーーあ。ああっていう気持ちになりますね。あ、なんか切ないな。あれは本当に切なくなりますね。あの。あとは中学の頃通ってた塾とかが。うん、こう、別の。 お店になってるとか、あはい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 建物はあるけど建物は中身が変わってるっていう,う中身がはい変わってて<ー>ねなんかあの小物を売るお店とかに雑貨店とかになってたりしてああ,あ,あもうあの時教えてくださった先生方はもうここにはいないんだな今何してるんだろうっていう<ー>なんか切ない気持ちになりますよね気になるよねどこ行ったかなって、うんうん、あの先生どこ行ったかなとかねそうですねあ逆に、うん あの、今も残ってるお店。あ、はいはい。あのね、あの、自宅から徒歩。もう本当に五分かからないぐらいのところに、うん、コーヒー屋さんがあるんですよ。はい。そこがもう三十年前からずっとあって。いいね。三十年前来た時から結構。 あの年季があった店だったんですけどそれがあの20年ぐらい前にこうのリニューアルされて店の名前は一緒でこう外観がちょっと上品な感じに変わって今もずっとあるのは逆にすすごいいなと思いますねねそうね、うん、あの地元にもあのお菓子屋とか昔からあるお菓子屋が昔の場所からは移転して建物を新しくなって大きくなってたりとか多分経営者が2代目とかなったのかな。はあ ちょっとなんかおしゃれな感じ今時の感じになってリニューアルして、うん、さらにこう栄えてるるといいううううかそそのもあるんですよそうですすよね、うん、あの例えば厨房に入っているのがあの料理屋さんとかで厨房に入っているのが、うん、僕が小さい頃はこのおじちゃんだったのが、うん、今そこの息子さんになって、うん、おじちゃんもちょっとたま時々手伝いでみるとかっていうのになっているとあなんかうまくこう代替わりが。 行ってるなっていうね,ね成功したんだな、うん、進んだんだなっていう気持ちになりますね。うん。うんやっぱりこういうお店とかまあその事業所とかって、うん、今言ったみたいに僕らのこの小さい時からあって毎日のこのなんか通学路にあったりとか遊ぶ遊びに行ったりとかお店に、うん、っていうこのなんていうのかな原風景にも組み込まれているじゃないですか。そうですね。だからもう街の一部なんですよね。うん、お店って。 そうなんですよそうそうだからそういったところのこの何て言うんですかねこの引き継ぎっていうのがちゃんとうまくいってねあの続いてるのはいいんですけど例えばあのたまに聞くのはあのお店自体は黒字だけど引き継ぎ手がいないから閉じるしかないっていう話とかもたまにあるじゃないですかそうなってくるととてもなんかこうああもったいないなっていう気持ち単純にこう切ないなっていうよりももったいないなっていう気持ちも含まれてきて。 ねあのー、どうにかしてつないでほしいなっていう気持ちもあったりしますけれどもね。うん、え確か、ええ、あっちもじゃなかった？うん、こっちの近くのほらハブ食堂。ああっちも閉<あ>まったさ。そうですね。うん、あなんで閉まったんだろう？後継者がいないからかな。あでも結構あのね料理をしてるのはいつも年配のおばあちゃんたちで、うん。あっちも別に閉めなくてもいいのになって思ってたんですけどね。なんで閉まるのかなつって。 こうね表には出てこないいろんな理由があるとは思うんですけれども、うん、だからあのもともと経営者自体が例えばね引き継ぎ手を探すつもりがもともとないとか自分の代で終わらせるつもりだったっていうのもあるしだってあれも食べられないんだよな<ー>くなってしまうとあーまあそうですまあそうじゃないですねまあそう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 ですねまあまあそうですねまあ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  ちっちゃい時から食べてたやつがもう閉まってしまったら、もう食べられないですからね。そうですね。で、逆にそうやってこう。例えば23年前にできた。新しい。例えば弁当屋さんが近くの学校の今、そこに通う学生たちの原風景になってたりとか。なるほど はい、そうだね新しいお店が今行ってる人たちの風景の一部ってことだもんね。そうですねーはーはー自分たちがもう本当に年齢1桁の時にお世話になってた店を、うん、今のちっちゃい子たちはこの新しい店がそうなんだなとか思ったりすると逆になんかこう、まあね、時代の移り変わりとともにこの風景っていうのは変わっていくけれども、うんね、こ,のこの子たちにとってこの景色がいい、ね、あの思い出になってほしいなとかっていうのはちょっと思ったりはしますけどね。うん、僕らはは切ないけれれどここの子たちにとってはこれが この子たちの日常のいい今というかね、<う>景色なんだなって思ったりすると、なんかあとしとったなって <laughs> 急に思ったりしますね。いやーなんか <laughs> だからこれこうそう考えると俺昨日もちょっと話したんですけど、はい、植物がずっと見てるんですよ。あ 切られない限りずっとそこにある植物ってありますね。だから人間よりも何よりも植物がずっと見てるんですよ。うんその地域にある木とかがはい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 お店変わってもあるし人が変わってもあるし変な話人いなくなってもあるしみたいなね。そうですね。 あの特に小学校とかでこのずっとそこにあるガジュマルの木とか、うん、僕が通ってた小学校にも,そのもうすごいもう,も,うもう今切られちゃったんですけど、うん、すごく大きなガジュマルの木があって、うん、で歴代の この子どもたちが木登りに使った、うん、もう手を置く場所、足を置く場所がもうツルツルになってる。<laughs> あの木とかがちょっと打ち付けられてるんだよね。捕まえるようにね。<laughs> そうです。はいはい、もみんなが手や足を置く場所がもう触られすぎてそこだけ樹皮がツルツルになっていて、あ<ー>あ歴代の子どもたちが登ってきたんだなっていうのがわかる場所があったりとか、うん、ああそういうのとかがあってでずっと見守ってきたんだろうなってこの地域をこの木がっていう学校の子たちをっていうのは。うん あたりしますね。な<あ>、キー、うん、はすごいな。そうですね。本当ね。あとは建物では厳密ではないんですけど、あの公園がだんだんこう錆びれていく感じのとかになってる公園とかをやって。わかる、うん、あの遊具って鉄だから、はい、どんどん錆びていくんだよね。そうなんですよ。あれも切ないな。塗装も色あせて剥げていって。うんうん、で昔は僕らがねあの座って 遊んでたブランコとかも危険だからなのか、うん、あのいわゆる鎖チェーンと、まあ、うう少しかけ部分がなくなっててもうあの土台しかないっていう場所になってたりすると、うん、なんかなんだかなっていう気持ちになったりしますね昔使ってたユ具で危険だから今ダメっていうのいっぱいあるよねまあそうそうですね <laughs> 海鮮灯とかもそうさありました、はい、あ,あれ絶対今ダメやしあとあのー ああれがあったんですよ、ね、近所の子にぐる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 ずっと回り続けるやつ回線灯ってほらチェーンで固定されてるんで一定回ると、うん、ある程度回るとこう元に戻るじゃないですかんんあれじゃなくてもう完全に円盤にこの地面と何ていうんですか<っ>平行な円盤にこう手すりみたいなものがついてて球体になってるやついや球体ではなくうんはんもう本当に もう皿みたいな地面に平行に皿みたいなおんおん大きな皿みたいな鉄のねあって<ん>そこにこう掴まるだけの手すりがあってぐる,ぐる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 回すんですよ。<laughs> あの遠心力で飛ばされるだろ？遠心力で飛ばされました。<laughs> あのだん,だん足が浮き始め <laughs> 外に引っ張られていって <laughs>、うん、こうね体が浮くんですけど <laughs> もう浮き始めそうになるともうもう回すのやめろって回してる人に言うと。 面白がって余計回すんですよ、ね、そうそうもうすほぼ水垂直というか水平になるよね <laughs> 体がね体が、うん、で回してる方はもう面白いからもうどん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 スピードを上げるんですけどこっちはもうそれどころじゃないとである一定のね、えー、地点でこの遠心力に握力が負けて飛んでいくっていうか飛んでいきましたねうんただ楽しいうんそうだあれは危険だって大人が言うんですけどあの 子供確かに危険ではあるんですけど体は軽いしそうねあと運動神経が悪くなかったので飛ばされてもうまく手から着地できたりとかする子なんかはキャッキャキャッキャ言いながらもう一回もう一回みたいなやってたんですけどまあ全体的に危ないいいででですすよねねね時代したそうあんなことが許されてたあんな勇気が許されてた時にありがとうございました。 はい、えー、お昼のニュースは報道部ニュースセンターから小橋川響きアナウンサーでしたはい、えー、本日のアンケートをですね後継者がいなくて泣く泣く廃業という話を聞いたことがありますか A がはいあります B がいい、e、ありませんということで今日はね、えー、一日通して事業承継ということについてね勉強しようかなっていうことですけど承継ってあんまりねなじみなくない継承ってよく使うよね。で調べたんですよ何が違うかっつって。 承継っていうのは会社とかその理念とかを受け継ぐ抽象的なものを受け継ぐときは承継で技とか技術を受け継ぐときは継承というみたいですよはいさあ行きましょうかこんにちは市場のあざといまきですこんにちは昨夜のテレビで来ていた浴衣はクールでかっこよかったですおセンスとかさしたらメンソーレさんみたいになるから嫌なの 一言僕嫌って言ってないですけど、ね、<laughs> やめれこれ <laughs> なんでメンソーレさんみたいになるのが嫌やって一言も言ってないのにはいしてアンサー A です那覇中学校の近くにカボチャのサーターアンダギーが美味しいお店があったけど後継者がいなくて閉めたんじゃなかったかな市場でも総菜屋さん2軒なくなったよかくいうちの洋服屋も母の代で終わりだはずおっと なえ市場のあざといマキさんはお母さんが洋服をやって今マキさんもお店にいる終わりだはずということは継ぐ気あんまりないってことですかねあらららら死に身近な問題やしこれはいありがとうございますちっちゃいお店から大きいお店までいろいろいろあるでしょうね青切りみかんさん皆さんこんにちはこんにちは運慶でパタパタしながらアンケートを A 後継者がいいいなくててて廃業っっっぱい知ってる子供の頃に通っていた内科医院にそのほかにあと4件病院が廃業しているこればっかりはね子供についてもらいたいと思ってもねいろいろあるさだ運慶の準備しながら聞いてるね病院かはい青桐みかんさんありがとうございます俺が我々の時にひっちか通ってた小児科よ今もあるかなあっちもね デイジおじの医者がいたんですよ、ね、息子さんがやってたんですよでその息子さんが俺がちっちゃい時に40代ぐらいだったからもう3代目なってるはずなんですけどあるかなどうだろうハイサイいつも美人の味方チーム役代表取締役エロザイルですこんにちは早速アンケートは A になるのかな取引先であと次いないで閉まった店あるよ あそこのおじちゃんよくバナナくれたのにな両時間まで頑張ってくださいなんでバナナくれたかっていうのを考えないとウキウキって言った感じじゃないの <laughs> 普通の人にはお菓子あげてるはずよなんでエロザイルさんにはバナナーかっていうところでよ問題は <laughs> はいティーサージパラダイス順調にお届けしておりますがこの時間はスタジオにゲストをお迎えしておりますご紹介しましょう、えー、株式会社島袋から代表取締役の島袋誠一郎さんはいこんにちははいこんにちは島袋です <laughs>、はい、よろしくお願いします <laughs> 続きまして琉球銀行法人事業部から中村さんですこんにちは、はい、よろしくお願いしますはいよろしくお願いしますまつげクリンクリンする <laughs> <laughs> さあ,あの今日はですね、えー、事業を承継と事業の引き継ぎをテーマにしているんですがじゃあ初めにですね島袋さん、はい、この株式会社島袋という会社の事業内容を教えてください。はい、そうですね株式会社島袋という会社をですね、はい、建設現場向けのですね、はい、資材だったり 工具というのを販売しておりますはい、はい、それを卸業という形でですね、はい、あの金物屋さんだったり工具屋さんだったりえホームセンターさんへ納品をしているという会社でございます、はい、僕が大好きな工具を扱っているわけです、ね、ああそうですかありがたいです。いい <laughs> いろんな大きいももののから小さいものまで <laughs> そうですねあの基本的には道具って言ってあのー、電動工具だったりとかも中心にやってますね、はい、あいいやめっちゃカタログ欲しいそうですか <laughs> <laughs> 普通より高く売りますのでなん <laughs>、えー、でよ <laughs> <laughs> そこは安く料理をやりますよ <laughs> はい。でこのですね株式会社しまぶくろがです、ね、クリーニング機器販売などの朝日技研という会社の事業を譲り受けたと いう経緯があるということなんですが、じゃまず中村さん、はい、ちょっと教えてもらっていいですか。はい、えー、まず、えー、譲り渡した企業ですね。アサリギさんは、はい、えっとクリーニング関係の卸しをしている会社さんなんですけれども、はい、創業者である先代の社長が4年前に急性されてしまいまして、はいはい、その後、まあ今でいう前社長である奥様が代表者を 引き継ぎされてて勤めいいらっしゃいましゃまた、はい、ただ奥様自身もご高齢でしたのであただあのご家族ですとか、うん、社内の中には後継者がいらっしゃいませんでしたので、うんまあ、今回事業承継を検討するということになりました。でそこで白羽の館だったのがそうです 今回あの一緒にご出演いただいている株式会社島袋さんなんですけれどもはい、はい、一方島袋さんは新しい事業の柱を作りたいという意向がありましたので以前から、はい、流員にその経緯を相談していただいていたので、はい、まあスムーズにご紹介できたという経緯があります。あじゃあ島袋さんんもも前かからううちょっとこのなんてなんてい 展,展開したいいなと思って,いて,てうで、ね、また違うあの業種業態というのもチャレンジしてみたいなという気持ちはお伝えしてました、うんはい、それで竜勇中村さんが相談を受けてて、はいでま、た片一方この朝日義県さんの話も知ってたから、はい、じゃお互いどうですかみたいな間を取り持ったっていう,う,う、はい、マッチングさせていただいたというところです、ね、そういうお仕事をなさっているんですね、はい、中村さん、はい、いいお仕事ですね <laughs> やりがいがありますで島袋さん実際にこの 浅井賢さんのお話を受けた時はどんな心境だったんですかそうですねそうは言ってもやっぱり扱ってる商品っていうのがあの自分としてはなじみが少なかったので今まで、ね、あその辺っていうのは悩んだんですけれどもちゃんと突き詰めて考えると商売の原理としてはやっぱりあの今島袋がやってるように、うん、あのどなたかがお作りしたのを購入して流通するという、うん、商売の流れとしてはそこまで変あの違いはないかなと。 いうののがあったので、うん、しっかりあのそちらの業界を理解したら、うん、あのスムーズにいくんじゃないかなという思いで、うん、引き受けたというところですね。なるほど、うん、根本は一緒じゃないかっていうところとそうです商売の原理原則っていうのは一緒のよう一緒のよという、うん、あの事前の調査とかお話を頂い,いてで,ですね、うん、そこではじゃあ島袋で培った部分っていうのを生かせるんじゃないかなと。 思った次第です、ねうん。で具体的にこの朝日技研さんの会社だから引き継ごうって思ったポイントみたいなのもあるんですか。そうですね。あのー、お話とかお聞きしてるとやっぱ歴史もあったんですね。なるほど。歴史があるということは、うん、やっぱお客様からの信頼だったりとか愛されてるというか。そうなんですよ。よそういう部分が非常に感じることが多かったので。 そこというのは評価できるポイントだったと、うん、思ってますねじゃあ島袋さんもその浅木玄さんのことをちょっとリスペクトする面があってそうです大いに学ぶところがあると、うん、いうところでじゃな引き継がしてくださいという、うんはい、ことのウィンウィンじゃないですかそうですね、はい、ねえ <laughs>、うん や,やっぱりこのまあ事業承継において、銀行が果たした役割っていうのは、今みたいなマッチングっていうんですかはいそうですね、それを基本にしておりますけれども、うん、その中でも銀行はもともと両社ともお取引があってなるほどで、今後も引き継いだ後も、島袋さんも旭健さんも、引き続き流銀のお取引先になるっていうところですので、うん、まあその両社の発展を考えながら、ご支援したっていうところですね。 まあ、お客さんを両方とも応援したいという気持ちで, <laughs> で、はい、僕でも本当にあの銀行がこういう仕事をしてるって知らなかったんですよ。そうですよねまだまだ、はい、周知はされてないところもあると思いますけれど。じゃあやっぱりこの銀行の窓口とかで融資とかそういうお金にやれたりする中でもう実はさ もううちちょっと次誰につ,つがそうか悩んでるんだよねみたいな話が出るわけですね。そうですね、はい、もう法人の取引はもう常に私たちの得意分野でやってますので、うん、でこの県内のネットワークを強みとしてご紹介しているっていうところです。うん、この A 社が困ってるとで B 社もなんか困っているというか、はい、このマッチングさせるにあたってなんか気をつけてることあります？ そうですねそれぞれの業種、あと相乗効果があるかどうか、こんなのも考えてるの、<laughs> 面<白い> <laughs> すごいね、何でもかんでもいいわけじゃなくて、<laughs> はいそうですね<ー>うん、うん、もう単純にマッチングすればいいっていうところではなくて、はい、お互い発展するかどうか、業種として相乗効果があるかどうかっていうところも、うん、あの見てますねやっぱりそういう場合は全く、もう全く違う業種っていうのは、なかなかマッチングしないんですか それもありますけれども、うん、逆に島袋さんもあの、新しい柱を作りたい、事業の柱を作りたいと、うん、いうことがありましたので、まあ、今までとはもう全く違う業種を引き継ぎたいという希望されるお客様もいらっしゃいますなるほど、じゃあ、このニーズがマッチしたわけですね。うん、そうですね今回ははい なんかこの事業承継において、まあ、銀行の立場からこうアドバイスというか、はい、あったりしますけど、今、た分ラジオ聞いてる皆さんでも、はい、終わった、も、ま、う、あ、こんなや、違うチャンスがやって思ってる人も結構いると思うんですよ <laughs> はいそうですね、うん、まあ今回もそうでしたけれども、事業承継、まあ、お引き継ぎまでにお互いの疑問点の解消ですとか、うん、すごく時間が思ったよりもかかりますので、うん、なるべく早めに。 スタートするの早すぎるということはありませんので、なる,なるべく早めにご検討、あとはあご相談いただければなと思います。これって変な話、ま町のちっちゃなお店とか、はい、そういうのでもいいんですか。あ、そうですね。あの事業の規模は問いませんので、あ、そうなんだ。まあお相手によってまあどういうところとマッチングするかっていうのを私たちで。 あのあ<ー>お手伝いさせていただきますので。意外とこれ知らない人多いと思いますよ。よそうですね。なんか、まあ、特に、なんか、ちっちゃい、<laughs> あの、ちっちゃいお店とかだったら。<laughs> はい。もう、本当につく人いないから、もうた、もう、僕の代で閉めようかなみたいな。感じで思ってる人結構いると思うんですけど、はい。そうですね。はい、この、まあ、第三者を入れて。 授業が引き継い続けられるっていうの、を気づいてない人多いかもしれないですね。そうですね。はい。なんであの銀行のお取引はもうほとんど皆さんされていると思いますので。もう,んうん、うん、ぜひお近くのお取引の店舗で。そういう機能もあるんだよと。はい。いただければと思います。ということですね。島村さん。はい。このね、朝日券さんからの授業譲りを受けて。うん、将来的なビジョンというか。 はい、なんか聞かせてください。そうですね。あの、承継前っていうのはなかなかあの守秘義務とかがあったりしてですね。うん、会社の方に訪問ってできてないですね。かはいはい、だからやっぱな承継してからあのお会いすることが増えるんですけれども、うん、それまではイメージだけだったのが実際会ってみるとやっぱいいところだったり、社員の方々のあの頑張りとかっていうのが見えてくるので、うん、逆になんか、あのいろんなことを手こ入れっていうわけじゃなくてですね。うんうん、今まで培ってきた。 歴史っていうのを最大限に生かしながらしっかり単独でステップアップバージョンアップっていうできる会社だと分かりましたのでそこを一つ一つ泥臭くみんなと一緒にやっていきたいなと思っておりますいいですね今までやってきたことをやっぱり尊重してというかそうですそれで頑張ってもらいたいそうなんですそれは会ってみてよくわかり気づきましたやっぱいい会社だったんですねそうですねはいということで あっという間のお時間ですねはいこの時間は株式会社しまぶのしまぶさんそして琉球銀行の中村さんにお,えお話をお伺いしましたどうもありがとうございましたこちらこそありがとうございました,ましたコマーシャルツイッター見てたら P7 さんが配達先のホームセンターとかでしまぶの配達ドライバーと毎日出くわすさと 金物以外にもこんな授業もやっているんだねということで速攻現場からね報告が届いてますね <laughs> はい。さあ、えー、本日のアンケート後継者がいなくてなくなく廃業という話を聞いたことがありますか A がはいあります B がいいえありませんヒブさん皆さんこんにちはプープープーカープボーイですこんにちは今日のアンケートは AA ですでも知っていたけど沖縄が後継がいない人が多いっていうのは意外だった全然いっぱい,いそうだったから カープボーイさんありがとうございますあの沖縄県はですね全国に比べて少ないそうです後継者があと次がチャースがやしてる人が多いってことですだから面白いよね多いイメージなんかあるもんね確かにねなんかねこんにちはチェリーじゃないジラーですこんにちはアンサー A だよ前にいた会社がまさに後継者がいなかったわけさ 自分が転職した後の話なんだけど銀行が仲介役になってその授業に興味がある他業種が継承して今でもその授業は続いているよ。じゃあさっきの島袋さんみたいなパターンっていうことですね。いやーこれ銀行さんが仲介役になるっていうのは僕は全然知らなかったですね。はい勉強になりますね。はいコマーシャルです。面白いですね。ツイッター t e r キョンキョンキョンヌーさん。 まさかティーーサジ後継者問題出てるの伯 <laughs> 爵様はやっぱり国政へかっこまたいいぶさかっていいやめれこんなの <laughs> 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 俺自分の後継者探しててからこれ後継者の特番やるわ俺 <laughs> もうちょっとさして <laughs> ヒージャーパイセンさんそういえば三代目 J ソウルブラザースはいつ先代から事業を継承したばこれスルーしましょうね <laughs> アンケート A 先日50年営業して閉店した軽食屋さんですかね見たよ SNS まとめてデイジ弁当を買ってたでしょしてあの F4 に配ってからに、ね、デイジ優しい 最後の営業日にたくさんのお客さんが来ていて一緒に並んでた近所のおば,さんおばちゃんの話では物価も上がってるし後継者もいないみたいよっていう話をしていました高校生の頃からこの年になるまで通ってたお店なので本当にショックです名古屋の名物店がなくなって寂しい限りですはいタイトル「最後のカツカレーをゆっくり味わって食べました」はい熱海珍さん本当に優しいんだよわざわざ並んで F4 の人の分まで弁当を買って食った先輩で配ってるわけ死に優しい あリーダーと大違い <laughs> 琉球トランマナイト最後は泣いたよルパンが愛した藤っ子ちゃんなのだあ昨日だったんですよねはい、ありがとうございますうん、あるよ。ホームドクターがそうだったよ親の代からお世話になっていた内科の病院ちょっと体調崩したらすぐにそこの病院に行って点滴してもらっていたのよそれがさ息子が医者を目指したけどダメだったらしく先生が亡くなったら病院を泣く泣く閉め寄ったよ その先生にはとてもお世話になっていたから病院がなくなって寂しくなったよ。はい。ルパンがした藤子ちゃんありがとうございます。病院もね。いや確かにそうだってあれ医者受からんといけんから。あれ受かるの大変やし。ねえ。必ずわらばが受かるっては限らんし必ずまたわらばも医者になりたいとは限らないからな。ヒープさん、南部の帰国市場です。こんにちは。 ジューシーシできたよ早いねしてアンサー A 昔から家族で通ってたラーメン屋さん夫婦と一人娘でね後継者がいなく泣く泣く閉めちゃいました餃子もラーメンも絶品だったのにあの味がもういただけないと思うと寂しいです今や思い出の味ですでは今日も最後までファイチーンアンシエはい南部の帰国子女さんその飲食店閉めたらもう食べられなくなるというね、はああ ヒー、はい、ジャパイセンヤイ,イビン今日もいたしくですこんにちはして今日のアンケートを得特に内地の企業さんでよく聞く話で事業承継のビジネスも出てきてるさねわじゃに限らずお気に入りの蕎麦屋がなくなったりエイサーとかの青年会の問題もあるし大事な社会問題だやその点ーサージはいつでもワンが引き継げるから安心てえやなるほど <laughs> 一回じゃあ銀行さんに間に入ってもらって <laughs> <laughs> 本当にふさわしいかどうかチェックしていいですかヒージャーパイセンさんヒッチフェイクビュスビケナガチア <laughs> 牛が死に暴れてる映像あ、多分どっか外国ですよもう出してウルマルシェって勝ちへんで <laughs>、えー、<laughs> フェイクニュースよやジュニア さあ1時になりましたティーサージパラダイス午後の仕事もですね車の運転もぜひ安全第一でよろしくお願いいたしますババンのコーナーラジオネーム六代目レップ封さんの菅間さんにババン鼻毛両方から出てるけどなんでねあとチャック壊れたズボン捨てたらボロボロですよね菅間さん <laughs> ボロボロじゃないですか菅間さんお願いしますよ菅間さん <laughs> なんでね言われてもななんでかななんで出てるんだろうな <laughs> さあでは皆さんのお誕生日をですね晩三日してからにお祝いしますよということで刺激きですはいこんにちは今日8月10日は私の誕生日です年は取りたくないんですが今日で53歳になりましたあほぼ同世代ですね 本当はこの日に沖縄に行って西町にお礼参りに行きたかったんですがラジオで聞いて喜んでおきますひぶさんいつものやつお願いしますわかりましたしげきんさん53歳の誕生日おめでとうございますもう,う10代も楽しいですねはいでは、えー、8月10日お誕生日の皆さんまとめておめでとうございますはいハッピーバースデーふんほう 本日お誕生日の皆さんの向こう一年間が絶対に健康で、うん、そしてデージ笑える楽しい一年になりますように。おめでとうございます。こっち食べてくださいね。肉食べた方がいいんじゃないかなと言っておりますよ。はい。 さあ、ティーサージパラダイス、順調にお届けしておりますが、今日はね、あの事業承継について、ちょっとね、いろいろとお話を聞いておりますが、この時間はスタジオにゲストをお迎えしております、株式会社、南西から取締役社長の砂川哲夫さんです。こんにちは。

えっと弊社はですね1982年南西マイクロということで創業を始めました南西マイクロという会社だったんですね、はい、当時はですね、はい、文書の保存であったりそれをあの永年保存であったりそういうことを考えるとフィルムだったんです今の要するにデジタル化とかいう時代ではないので40年前なんで、はい、そういう南西マイクロと社名もつきました 文章をマイ文章資料やら写真であったりうん、うん、フィルム化するとマイ,マイクロフィルム化する会社ということなんですね。はい、<ー>当初はですね、はい、あの公共工事などのあの完成図書とか、うん、図面であったりそのあのフィルム化したり、うん、こういう作業を展開してまいりました。うん、なるほど。で2006年に社名変更したっていうことですね。2006年となりますと。はい。 あのもうデジタルであったり、はい、パソコンが普及し始めた頃で、はい、データのデジタル化であったり、もういろんなことをやり始めたところで、男性を社名を変えることになります。この時に、えー、男性という名前が変わった、はい、ということですね。<性>はい。まあ男性としてのまあキャッチフレーズとしては、うん、デジタルロネッサンスは、まあ、やってる仕事のことなではあるんですが、はい、古き価値を未来に生かすという。 キャッチフレーズで取り組んでまいりました。はい。まあアナログのノウハウを生かしながらデジタル化に向けて事業として展開してまいりました。はい。これ二千十三年からはすごいあれですね。仕事をなさってますね。二千十三年と言いますと、あの沖縄県公文書館所蔵のはい、はい、琉球政琉球政府文書っていうのが塊があるんですね。はい。まあページ数でいうと えっと十ス、えー、十六万冊かな。はい。とかもうすごい量のページ数で言うとに二百え二千百万枚とか。はい。すごい数字があって約七割ぐらいはデジタル化してあります。こんなたくさんの文章をデジタル化したんですか。だから一冊を実践線と計算すると、はい。計算できるんですがちょっと僕、はい、算数が弱いのでできない。こんな いやいやいやだからこの全体の流星文書の大体8割ぐらいが済みましたのでこれから残りの分をやっていくんですがうわこれ結構気が遠くなるような作業ですねこれね。このデジタル化したあと並行してやってますけれども HPO がホームページなどで公開できるものを仕分けしながらその作業を今展開してます。 デジタル化することによって利用する人が見やすくなったりとか検索しやすくなったりするという非常にそうこを目指してメリットがあるわけですね。すすすに向、ね、か検って県も考えてまあこれはね公文書館っていうのは流星文書だけの公文書館ではないので、はい、一般のいろんな書物も発信できるような考えでやっています。うん いやーすごいですよ沖縄県公文書館所蔵のアメリカで統治されていた27年間の行政文書、はい、はっしゃもうものすごい数ですね <laughs> これね <laughs>、うん、はいで現在は公文書館のホームページにおいて多くの資料が公開されているということで全部ではありませんが徐々に公開していくと、うん、これは菅川、うん、社長の南西が担当されていたわけですねまあ現にもまあねあの並行しながらやってます 現在進行形ででとというこすね各市町村のねデジタルアーカイブ事業も取り組んでまして目立つところの公務士官を説明したんですが各市町村の倉庫に出てる写真であったり文章であったりこういくと日の目を当てるような資料の作成とデジタル化してると非常に縁の下の力持ちというかね。 あはい、でこの、えー、株式会社、えー、南西からなんと、沖縄タイムス社、新聞社ですね、えー、事業を引き継いだ経緯っていうのがあるということなんですが、じゃまずは砂川さん、どういう経緯で。あの南西が40周年を迎えたことと、はい、私が70歳っていう。<laughs> はい、若いのが途中で何か若いの <laughs>、はい、分かりませんが、はい、要するに節目を考えて、はい、あのこの承継の話を、まあ、知り合いがいたので相談しながらやはり、まあ、1年がかりで、はいまあ、タイムスさんとか、うん、国の,あの引き継ぎセンターであったり、はい、こう、ね、協力をいただいてうち なることができたと思ってます。ちょうどじゃあ会社も40年で、ねうん、ご自分も70歳になったっていうタイミングでいいタイミングじゃないかなということでとなるほど。うん、っていうぬこの間を取り持ってくれたのが伊川、はい、さんという、はいはい、ことなんですね。そうですねこれはまあ経緯というかどんなアドバイスされたんですか。はい、まああの最初の入り口段階はですね、うん、あの公的機関であるあの事業承継引き継ぎ支援センターと。 というところがまず砂川社長とのご相談をしていまして、はい、まあそこでなかなかお相手が見つかりにくいというご相談を我々のほう金融機関がですね、まあ、連携して受けてそこからあのじゃあこういう課題、まあ、今事業承継のところの課題があるのでば、まあ、事業内容からしても沖縄タイムズ社さんがいいんじゃないかと。うん いうことを考えてまずお相手としてちょっとお話聞いてみませんかっていうのが今回マッチングに立った経緯になりますなるほど確かにちょっと特殊なお仕事というか資料をデジタル化するっていうなかなかねあんまり僕他に会社の名前聞かないんであじゃあお相手じゃあどうしようかなっていう時に文字扱うしそうですねデジタル化するってなったら新聞社がいいんじゃないかっつってそうですねはい はあ、タイムスさんもパートナー探していたっていう感じですか、はい、そうですね、はい、<ー>そういう話をもともと頂い,いてましたし、はい、あとタイムスさん自身がまあこういった写真をよく撮られるっていうところもかなりあったりそういったまあデジタル的なとあデジタルというかそういう写真自体もたくさんあるのかなそれをまあアーカイブしていくことで、うん、まあいろいろシナジーが相乗効果があるんじゃないかなって考えてマッチングしました。 いいところに目をつけましたねこれ思いついた時「<laughs> いやさ」ってもうこれだってなったんじゃないですかマジで,で、ね、だって新聞だってずっとアーカイブがね残ってるはずですからねはあ、いはい、センスですねこれ <laughs> いやはいでこの株式会社南西の事業がですね非常にこの社会的意義が高くね、うん、歴史をずっと残していくっていうね、はい、意義があって。 継続すべきとはこの判断されたのはどういった部分ですかね、これは碇さん、この会社のこの事業は絶対続けるべきだっていう、はい、あのまず社長の先ほど話があったキャッチフレーズ、あのはい、古き価値を未来に生かすっていうことをおっしゃってたんですけどもいいキャッチコピーですよね。はい まさにこれ、事業承継と同じだなと思ってまして、タイムスターさんもまあ新たなあの事業展開を模索しているというところもあったもんですから、まあ、それをい、まあ、ちゃんと橋渡しするというところがまあ社会的意義があったんじゃないかなと思ってますこれあの、もしかしたら一般の方、あんまり知らないようなお仕事内容かもしれないですけれども、うん、でも本当に後世にいろんなことを伝えていくためには、はい、残さないといけない文章がたくさんあるわけで、うん、それ本当にリアルに紙で残してたらね、ね そうです、ね。虫にも壊れるし、もういろいろなくなったりもするから、<laughs> これデジタル化してちゃんと保存して検索もしやすくするというのは非常に大事なお仕事ですよね。うん、もう日誌なね小さな市場ではあるんですよ。よ、うん、その中でまあ僕自身もねあのそういう仕事をやね、うん、やる人もいないといかんわけですから、うん、こうね仕事としていいのではない。 これ逆,逆に言ったら誰がもできる仕事じゃないと思いますよ、多分ね。本当にやっぱり選ばれた方がやっているお仕事だなと思うんですけれども、まあ、この事業承継において、銀行が果たした役割っていうのは、どんなところですかね、やっぱりあの、異業種というところもありますし、うん、企業文化は違うと思っています。 でそれをするにあたって、やっぱりこう従業員さんとの調整だったりとか、ご日程の調整だったりとか、はい、なかなかこう分からない部分をすり合わせしていくというところが、まあ、私たち銀行の一つの役割かなと思っております、うん、でうまくこれがマッチングできれば、このような形であのいい方向に向かうんじゃないかなと思ってます。ういいことと、ね、間を持ってててかねさん実際にこの、ね、あの事業承継してみてなんか 不安があったりとか大丈夫かなとかいろんな気持ちもあったと思うんですけれどもその辺はいかがですかえっとまあ途中での不安というのはね要するにきちっと証券が完成するか、うん、ということは不安ね進めながらも不安ではあるんですが、うん、しかしあのタイムス社の風土の的なものはとても感じていましたんで、うんうん、気持ち的には最初からゴーでありましたし。あ<ー>でまあ 気持ちよくこう作業ができたなと僕は思ってます。気持ちよくじゃあ承継できたんじゃないかなということですね。はい、実際ねまあ引き継がれた後その例えば従業員の方の様子だとか、はい、社長のお気持ちっていうのはいかがですか。それに対してもあの全社員が一人もかけることがおそうなんですね、うん。留まってくれたしそ、はい、れはもう僕の喜びであります。<laughs> いやじゃあもうあのやめないよそのまま続けるよって言ってくれたってことですね <laughs> 皆さんがそのままずっとあのまあ小さな会社ではあるんですが、はい、全員があの残ってくれたのであら,ら,らであの抜けたりこうちょっとねっら困るんですが、うん、個人的に、ね、はい、これはじゃあもう,もう砂川社長が今まで培ってきたものの延長線上で皆さん残っているんじゃないですか い絶対そうだと思いますよそれはねうん、はい。ということでいやなんか守っていきたい仕事とそれをつなげる方とで,、ねはい、で将来の希望を託す方と、うん、いろんな,なんかドラマがありますね。うん、これ社長も継承承継した後はもうなんかちょっと気が楽になったりとかもあります まだ完全にねあの今引き継ぎ中なのではい、はい、<laughs> まだひあの緊張感が全部取り払ってるわけではないので、うん、これをきちんと、ね、あのタイムス社にとってもきちんと引き継いでいくことが、うん、あのい今までの男性は、まあ、男性商店のレベルなんでこの組織としての、うん、タイムス社の組織としての,あのやり方に変わっていくわけですから、うん、それを上手につないでいくことが僕の役割かなと。 ああ<ー>じゃあ無事全部承継終わった後には、はい、ちょっと美味しいお酒でも飲もうかなみたいな、うん、ところですか。そういうところかなでもほっとするでしょうね、はい、安心するというかねそれが一番ですよね。だからなんていうかな今後のことではあるんですが、うん、沖縄体育史社とあの、まあね、小さな会社がこう組んでいくわけで連携していくわけですけども。うん それがやっぱりスムーズにね組織としたりそういう形にきちんと流れていくと僕は期待してるし会社がねあの大きくなりまた社会のためにあの仕事で貢献できればなと思ってますんで,です、ね、やっぱり社長さんとしては今後会社が50年100年200年と 続いてほしいなってやっぱり思うものなんですよね。であるように <laughs> タイムさんにもお願いするし。<笑><笑>やっぱり社長ってそういうもんなんだろうなと思って。うん、まあ50年100年続いてほしいなって。まあ40年やりましたけど。<laughs> はい、はい、まあわが子のようなもんですから。<laughs> 我が子のようなものなんですね会社って。ですんで。<ー>それがねあのきちんと継がれていく。うん、まあ時代がねあのいろいろ変わっていきますんで。その中でやっぱり。 進化して豊かないと、うん、まあそのまま守るだけではダメなのでやっぱり進化して展開して新しいのも取り入れて取り入れて古いのも大事にしながらということですねはいわ、はい、かりました非常にいいお話聞けました本当にありがとうございましたえこの時間は株式会社南西の砂川さんそして琉球銀行の井貝さんにお越しいただきましたお二人どうもありがとうございましたあり,まありがとうございました さあでは1曲あいい曲ですね「シノンで海の匂いがする」入りました懐かしいなこれ「シノンで海の匂いがする」という曲をねラジオから浴び出しましたけどいい曲ですねシノンさん元気かな、うんはい、えっとツイッターで川崎のシノンさんが「ニュースにもなったのか?」っていうことで「南西,南西者を子会社化」っていう記事を引用してますね。 そうなニュースになったんですねこれね、うん、はいさあじゃあアンケート戻りまして後継者がいなくて泣く泣く廃業っていう話を聞いたことがありますかと A が「はい」B が「いいえ」えー、皆さんこんにちはイモコですこんにちはアンケート B 親戚のおじさんとか会社を経営してるけど息子が後継ぎになっているよイモコの旦那さんも建設業の会社だけど俺の代で終わらせるはずって。 まさか娘たちが継ぐわけないしなどうなるんだろうねまだ深くは考えていないはずでは時間まで頑張ってねはい妹もさんありがとうございますん社長は旦那さんそうなんですねあ、そうなんだすごいさあ娘たちが継ぐわけないしないやでもわかんないですよねまだわかんないですよね 結婚してその旦那さんが自分に継がせてくださいって言うかもしれないですしね。うんはいありがとうございます。まあでも相談するのは早めがいいっておっしゃってましたね。うん。こんにちはユンタンザヤシーです。こんにちはアンサビ。自分が知ってる会社は親が創業して息子に承承継してスムーズに会社経営が移行しているな。 事業承継でも親から子供へと社長から社員さんへ別の法人に譲渡したりといろいろあるようで会社のメインバンクや商工会議所や商工会などで事業承継の相談をできるようですよおちょっと詳しいですねユンタンゼヤシさんはいありがとうございますなんかですね国とか県の施設っていうかセンターもいろいろあるのでそちらもご利用くださいということですよ多分ね事業承継で検索するといろんな具体的なね センターが出てくると思いますよヘイ、はい、<Hey, S 1> ネイチャーヒープーに皆さんヒープーさんとやんばるの木陰でお茶を飲みたいヒーフーミーですごくごくごくんちょ牛乳じゃないば <laughs> ここ牛乳って書かんと <laughs> ええ、してアンサー B 自分の周りでは聞かないけどラジオや SNS でそんな話には出会う,出会うなおーい後継者がいない会社の社長さんヤギ座 B 型猫舌長男 1> 星一五十四歳はいかすかちなみにマリアルの免許も持ってますよマッチングヒープいや俺がはやらんよ俺間に入らんよや俺責任持ってないよやはいヒーフミーさんありがとうございますあの近々でいうとですね僕直接お伺いはできてなかったんですけど甘く抹茶という番組で取り上げたケーキ屋さんがあるんですよアベニアっていうケーキ屋さんなんですけど あの建物が老朽化して壊すともう、ね、もう引っ越ししてそこで新しいとこでやるまではもうない気力がないっつって閉めるってなったんですよ。したら町の皆さんが閉めないでくれってなっていろんな,なんか確かクラウドファンディングもやってたんじゃないかなお金集めて無事継ぐ人も見つかって移転して。 今一生懸命あの新装開店をオープンに向けて準備してるんじゃなかったかなすごいねやっぱりそれぐらい愛されてるお店っていうことですよねうん。アイラブ86の皆さんイプさんこんにちは人相悪ですこんにちはアンケート A 近所にタクシーむっちゃあがたまの蕎麦屋があったけどオーナーが体力の限界ということで急に閉まってショックだったな ヒープーさんが前に紹介していた那覇のパイ屋さんはどうなっているのかなこれのことだな多分アベニアめちゃくちゃうまいんすよケーキびっくりしました俺はい,い,いあの無事に移転して開店しそうですはいなんかペンキ塗ってる SNS で写真見たんだよなはい頑張ってほしいですね皆さんチームポッテカスのオレンジ団地ですコンコン今日も空いてますか うまくいかなくて廃業はよくあるけど、後継ぎがいなくてっていうのは俺の周りにはないなあの B。なかなか難しい問題だな。俺が20代から利用しているダンパチアーの承継は、母親から長男にお客さんごと承継して、母親は息子に店を渡した後、別の地域で店を始めた最高の承継だな。ところで、この何十年も通っているのに、夕方、閉店前に行ったら、平気でもう終わりっていうこの息子よ、ババンだな。<laughs> 継承じゃ継承じゃなくて承継なんだ。北斗真剣の場合は継承なんだね。聞いててよかったティーサージ。<laughs> <laughs> はい、オレンジさんさんありがとうございます。会社とかその理念とかを受け継ぐの承継、技とか技術を受け継ぐのが継承ということなので、えー、北斗真剣は継承でしょうね。<laughs> 間に入ります銀行の人が時とケンシロウの間にラオウとの間に銀行の人入ってどんなしますかっつってね何パーセント継承します <laughs> <laughs> はいありがとうございます奥と真剣ド場合はさ一死相伝って言ってん確かねうんヒーブさんこんにちは一コン二コン三コンです 何か久しぶりに聞いたなはいこんにちはアンケートを終えうちの家庭ですお当事者うん親父税理士の資格を取得して税務署60歳で定年退職後税理士事務所を開業一番上の私は企業に就職二番目の弟はエンジニア三番目の妹は福祉系の道を進み父親70歳の時に後継がいないということで閉じました 現在75歳の父親はもともと大好きな絵描きで多少収入を得ていますえ売れてるのええめちゃくちゃ多彩なお父さんだなはい1こん2こん3こンさんありがとうございますうん60歳で開業して70歳で閉めたのか10年ぐらいしかじゃあ開けてなかったってことかうんまあでもだからこれは。 子供さんにいるということですが子供は子供で自分のやりたいことがあるからね無理事業できないからねこんなのねうん、はいありがとうございますまた税理士って言ってもこれも簡単になれるもんじゃないでしょ多分ねうん。ラジオネームヤンバロ8043あるよ地元の市に美味しかったパーラーが後継者がいないからしまったビーフフライライスにケチャップかけて食べるのが好きだったな 今から名護漁港に行って氷とビール買って運慶の準備してこようなあんしラーストまで千葉りをはいやんばる8043ありがとうございますパーラーとかもね逆にパーラーとかが難しいかもしれんね余計後継者探して継ぐっていうのねなんかうんこんにちは猫と星ですこんにちは自分の身近では聞いたことないから B かな 富ス区にある蕎麦どころヒララと森屋他の人が引き継いでくれてまだ続いているよあこういうパターンやっぱりありますねよく行ってたからすごくありがたいしこれからも帰省した時に行けるって本当に嬉しいちなみに蕎麦どころヒララは自分のおばさんがやってたから小学校の帰り道に水だけ飲みに行ってたよ今考えたら幸せな帰り道だよねおばさんありがとうねそっかーあ猫とおじさんじゃ ちちっちゃい時は沖縄にたんですねねこれはね僕はあのなんか起業したいなとか飲食興味あるなとか自分でお店やりたいなっていう人ってよく自分が通ってたこの蕎麦屋とかが美味しいなと思うんだったらぜひファンであり飲食好きな方だったらついでほしいなと思いますけどね頼み込んででもいいから私にさしてもらえませんかっつって。 いや多分これもここのパターンだと思うんですよこれはとっても素晴らしいことだと思いますけどね。ツイッターで「旅ラジオ執筆さんがパーラー私の地元ではパチンコ屋のイメージ」うーん。うん俺移動バスのイメージですね。バスが海のところとかに止まっててこっちがパーラーになってるわけ。もしくは学校の近くとかによくあった気がしますねパーラー。はあ 皆さんおっつミスターラビットやイビンこんにちはヒップ兄貴今日はうんけいジューシー食べなきゃで今日のアンケート俺、えー、兄貴俺の身近にもいるよああ<ー>特に農家が多い子供がいても別で働いていたり後継者がいないとかその代で終わるって寂しいよねうんはいミスターラビットさんありがとうございますこれよく聞くな農家多いかもしれんな うーんなんかやっぱりもう,もうちょっとあんまり太陽の下ではちょっと難儀とかね土触るの嫌だとかっていうのが増えてきてるのかなどうなんのかなヒープーこんにちはウーパールーパーさんこんにちは。ないの B 周りにつぶれたところはあるけど後継者がいなくて閉めるってまだ聞かないけどあるけど知らないだけかなでも私のところはきっとそうかな。 でも自分が働けるまで続けられたらそれでラッキーで感謝だなええー、ウーバルバサのところいやいやいやちゃんと2代目も探していいお店なんだからそうですよはいティーサーサジパラダイス昼にボケとこ<ー>さあやってきました「昼ボケ」のコーナーということで今日もね一番面白いベスト荻リスト決めますよとはいお題 子供が始めた自由研究が自由すぎるよどんなのでしょうかはいいきましょう本日一発目ラジオネームメンマメンさんの子供が始めた自由研究が自由すぎるどんなの <music> ポテチを重ねてジャガイモに戻してみるおお、市販のやつ あれ組み合わせるの大変だな自分で切ったやつだったら自分で切ってるからあこれとこれだなって分かるけどね <laughs> 市販のやつは厳しいな芸術だな多分埼玉のはちみつ一家さんの子供が始めた自由研究が自由すぎるどんなの <music> 作ったカップ麺を干からびさせて またお湯を入れたらカップ麺として食べられるかの研究これやなわらばやりそうやしさやりそうやしさうん理理屈的にはいけそうだけどな <laughs> あんまやりたくないよね食べられるかしてこれ火からビルまで置いといて多分いけそうだなでもな <laughs> そっかラジオネーム み医者。見る医者と書いてみ、み医者ですね、多分ね。<laughs> よかった、これ優しい。子供が始めた自由研究が自由すぎる、どんなの。<music> 夏なのに、痩せないって言ってる人に、自業自得な言い訳を聞いてみる。インタビューするってことですね。なん <music> で、痩せないんですかっつって,言って何。何も食べてないけどね、しゆくさや。<laughs> 水飲んでも太るんだよねそんなことないと思いますけどみたいなね顎の面積お兄さんの子供が始めた自由研究が自由すぎるどんなの知らない人の家でも旧盆に「おばあ久しぶり線香上げに来たよ」って言って上がれば茶菓子出してもらえる説の立証うんーいけるかなある意味詐欺ですよね詐欺詐欺ですけど。 うん「どの辺までいけるかな?」「<laughs> お前久しぶりに「あいあいあい」だからもう OK ですよね。これ「あいあいあい」って言ったらもう OK です。はって言われたらもうその時点でシャットアウトですよね。はえおったは孫はな上はもう55歳が「いや何歳やがや」つってね、えー「スピマスでいいんじゃないですかあさんの」。 えー、子供が始めた自由研究が自由すぎる「どんなの」「<music> いろんな車で目玉焼きできるかな」の研究いやなやじゅん、ね、みんな駐車場の車目玉焼きやっぱ黒がよく焼けるなじゃないよや黒はあの車どうや <laughs> <laughs> これね普通に当にやってるんですよ実験。やっぱりどんなに熱くても あの触れてる面はちょっと白っぽくなってくるけど上はトゥルントゥルンですねやっぱり見やらんでいいよやこんなの <laughs> ポロリーマンさんの「子供が始めた自由研究が自由すぎるどんなの」「<noise> お父さんの車の板金の強度を研究」「バンパーは何キロの力で曲がり始めるか」「屋根はどのボールと何センチまでなら大丈夫かなど」「もう本当によ なんなん、なんていうのかな。フルパワーで名号さだな。マジで、バックスイングして、名号さだな。<laughs> もう、でもね、昔ね。車登ってたんですよ。登って、そう、上から歩いてたんですよ。変な話、人の車もやってたんですよ。もう、そう。死刑だよね。<laughs> もう、俺、今から、俺の今からをしたら。 何やってくれてるわっつってねはあ考えられやすさ玉ティロさんの「子供の始めた自由研究が自由すぎる」どんなの「<music> お父さんの車に釘で那覇の歯の練習をしたらどれぐらい上達するか」の研究あこれも死刑だな <laughs> パート 2, <laughs> 2> <laughs> 釘か。<laughs> どっちがいいかな <laughs> またバンパーがいいかなこれだったらもう釘で字書くのやめて本当に一周 <laughs> 最悪やし玉ティロさんの「子供の始めた自由研究が自由すぎるどんなの?」。お父さんが髪を洗っている時に 背中を高圧洗浄機で洗ってあげたらどうなるかの研究。どうなるかじゃないだろ。これ研究もクソもないよや。一個だよ。リアクションあがーだよ。はい。ありがとうございます。あ、そうそうそう。これでじゃあね、高圧洗浄機でこっちにお父さんの顔描いたらいいさってバカや。お父さんの背中全部コケだらけか。つって。ああ赤い赤くかけるっていうね。赤くかけるっていう。 シャバトゥーンさんの子供が始めた自由研究が自由すぎるどんなの <music> クラスメートの親の車内でクロワッサンを食べても怒らない親の割合安心なんでリスクを犯す場 <laughs> なんで車のリスク万い犯す場や <laughs> クロワッサン食べていいですかうーん落とさないように食べてよっつって。 一回握ったルマンド食べていいですか。や、しらすんどうや。親が握ったルマンドってや。<laughs> 食べるな、開けるな。出てけ。<laughs> お前そもそも悪意があるだろ、握ったルマンドってや。握った塩せんべいとかね。<laughs> あの。ヌンニが。チンスゴ食べて、死にしゃべるとか。<laughs> えー、丘の上のビーチクリーンんの、えー「子供が始めた自由研究が自由すぎるどんなの」「子供は早く寝なさい」というが子供が寝た後大人は何をしているか研究おっとこれはスリリングですね暗視カメラ使ってからなあの軍が使うやつ緑っぽく映るやつ夜えこれは今何をやっているんだみたいなね。<laughs> サー,ーサーモグラフィーとかねこの部分が赤くなってるのはなぜだみたいな <laughs> 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 じゃあですね本日のベストをギリスト決めますよということで子供が始めた自由研究が自由すぎるなはいえー、これね意外と面白いかもしれんなと思ってメメンマメンマさんポテチを重ねててに戻してみるなんかねちょっとね芸術的な感じもするんですよね まお、あ、およその形でこうねくっつけていって1個じゃがいも作るっていうこれ面白いですねはいねそのまま食べられたらいいですけどねまたね、えー、シャバドゥンさん、えー、クラスメートの親の車でクロワッサン食べても怒らない親の割合えー、金城くんの親の場合動画で撮っといてから金城くんのお母さんクロワッサン食べていいっていうのリアクションを取るっていうねうん。 発表しにくいなしね発表しにくい今日一はですねこれも非常に発表しにくいです岡野井のビーチクリーンさん子供は早く寝なさいと言った後に大人が何してるかの研究サーモグラフィとか暗視カメラを使ってねこと細かにねお父さんとお母さんの様子を書いて先生に出したらマイラ君これは読めないよこれあのね、学級では発表できません お前よくこんなにこと細かに書いてあるなっつって <laughs> 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 誰も得しないよ前田君これははい授業参加の時に発表するじゃないよこれ大変なことになるよお前はいということでねまだまだ子どもの自由研究自由すぎるなあでボケてくださいよろしくお願いしますさあ後継者いなくて廃業っていう話 猫のデコが好きですこんにちはアンケートを終えまだ廃業ではないけど、えー、家の不動産がうちの不動産が個人経営って言えばいいかなだいぶ年齢がいってるおじちゃんで子供はいるけど継いでくれる人がいないから私の代で終わりさあって寂しそうに私に話してくれてね私としても不動産屋が廃業になるのかどうか気になるところです自分が関わってる不動産屋だって非常に大きな問題ですよねどうなるかねうーん。 はい、ありがとうございますわ結構リアルにあるなあ周りに今日も日差しが強いですねラジオネームナイチあやめさんこんにちはアンサー A ですね去年帰省した際に地元のお肉屋さんが廃業していました後継者がいなくて看板もなくなっていてシャッターが閉まっていました学生時代によく行ってたお店だったので寂しくなりました様変わりした地元はコロナ禍でもあり活気がなくなっていたな 知らない間に親戚のおじさんのお家も建て直されていて綺麗な2階建てになっていたな何もかも私が知ってる地元から変わっていたので年取ったなって感じだねはい泣いちゃあムみさんおじさんはのが何か当たったんじゃないか急に綺麗になってお家が <laughs> はいもうよこれ考えたらよワッターが小さい時言ってたマチャーゴはお家から近いマチャーゴは1マチャーゴは A 町顎はちょっと離れた B 町あごは C 全部ないで一番ちょっと離れた刺身屋ないあっちによく買いに行ってたの1,000円分お願いねっつって言ってたのにね新聞で包んでそう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 ないよおっきいおばちゃんがよ白いあの甘靴履いてからにそうあのエプロンがきて,てからにすぐ渡しよったよ、はあ懐かしいな 本日も聞いておりますラジオネームヌーたろうですこんにちはこんにちは本日のアンケートは A ですね今働いている業界でもちらほら聞いたりしますね廃業以外にも後継者がいないので M&A で売却したとか聞いたりします、えー、合,併合併吸収とっていうなそんな意味でしたかね そしてそのような M&A を進める営業も最近多く感じます。ヌータロウは南部の田舎者、田舎出身ですが、田舎者って書いてないな。田舎出身ですが、子供の頃は各あざに小さいマチャーゴアがあったものですが、やはり後継者がいなくなり、お店を閉じてしまい、子供時代よりも時代が進んだのにもかかわらず、買い物に不便をするという逆行現象が起こっています。地域も高齢化が進んで、買い物困窮者もいると思うので、結構深刻な問題だなと感じますね。 子供の頃正月に近所のマチャーアに牛乳買いに行ったらお年玉がもらえたりとほっこりすることも多かったんですけどねで本日も楽しく聞いております「ヌー太郎さんありがとうございますね」まあ近郊に大型スーパーができたりするのでもうみんな車で移動して買い物ざっとやってってっていうことですけど車で行けないまたお年寄りもいたりとか。 徒歩でしか終わったわじももう免許返納したんで徒歩圏内もしくは自転車で行ける圏内しか買い物行けないのでそういう範囲のお店がなくなってしまうとやっぱりちょっと不便しますね。